中山競馬第6レースメイクデビュー中山、3歳新馬です。芝コース2000メートル、デビューを迎えました13頭です。スタンド前の右手奇数番の各馬今ゲートに収まります。1番のフランベルジュが枠入りを渋っていましたが今収まっています。続いて偶数番の各馬、今4番レラアシリ、そして2番のアップストローク、各馬収まります。6番のコスモマナ収まって、最後はポップコーントーン、ポップコーントーンが今収まりまして、ゲートの中スタートしました。ちょっとばらついたスタート、好スタートは間から8番エバーハンティング、先手を取ります。内1番フランベルジュ2番手か、外からは11番のデュアルレインボー2番手に上がりました。連れて7番フミローグ、前が3頭、4番手がフランベルジュ、外には5番イブニングスターです。中段には13番ポップコーントーンがつけて、あとはガリンシャ、内には4番のレラアシリ、外を回っている12番のクンパワピーなど、各馬第1コーナーをカーブしていきます。先頭は8番エバーハンティング、2コーナーへ向かいます。リードは1馬身半、ついていく11番デュアルレインボーが2番手、その後は4馬身開きました。3番手が7番のフミローグで2コーナーをカーブします。4番手が1番のフランベルジュです。あとは1馬身差、前から5頭目が5番のイブニングスターで2コーナーをカーブして向こう上面へ縦長です。あとは13番ポップコーントーンが追走していきます。さらには12番のクンパワピーがいて、そして内には10番のガリンシャです。残り 1000m を通過しました。内からは4番のレラアシリ追走、後ろから4頭目は6番のコスモマナ、これをかわしていきますか。9番アララギです。あとは2馬身差、後ろ2頭は3番テイエムエクセルで、最後方は2番のアップストローク、最後方です。前は3コーナーをカーブしていきます。先頭8番エバーハンティング、リードが半馬身、そして11番のデュアルレインボーが2番手で3、4コーナー中間を通過、そして1番のフランベルジュが差を詰めていきました。3番手に上がります。そして外から5番のイブニングスター、今4番手、ちょっと7番のフミローグは後退していきます。残り 400m を通過、第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいます。ここで11番のデュアルレインボーが先頭か、デュアルレインボー、内には8番エバーハンティング、2頭並んでいる。あとは3番手は外から追い込んできた5番イブニングスターで、1番のフランベルジュは今4番手、さあ前に2頭の追い比べが続いている、デュアルレインボーか、デュアルレインボーか、エバーハンティング、エバーハンティング、デュアルレインボー並んでゴール。3番手が5番イブニングスター、前を行った2頭でした。直線は2頭の追い比べが続いて、内8番エバーハンティング、外11番デュアルレインボー並んで入っています。3番手は5番イブニングスター、勝ち時計2分4秒4、上がり4ハロン48秒2、3ハロンが35秒9です。前2頭体勢は際どくなっています。3番手が5番イブニングスター、その後1番フランベルジュ、最後遅れました。最後は前2頭首の上げ下げですが、うち8番エバーハンティング、外11番デュアルレインボー、やや内8番エバーハンティング優勢でしょうか。並んでいます。中山第6レースメイクデビュー中山。中山6レースが終わりました。おそらく内ではないかと思いますが、最終オッズは8番11番5番で3番人気4番人気6番人気ご覧の通りとなっております。確定までお待ちください。さては